お疲れちゃんのスラットです。負け速26日目やっていきたいと思いますということで、皆さんやばいです。なんかクララ大型アップデートみたいなのこう来たじゃないですか。そうで、そう、これですよ。アップデートセール、もう今日ね、6000いけるんというか、もう行くんですけども、負けません。もうセールが来たことによって、さすがに余裕で6000いけるんじゃないって、なんなら目標がもしかしてですけど、7000なんて思いながら、まあシーズン終盤なんで、ね、もう7000届かないんですけども、さすがにイカチーセールが来たので、こちらね、ちょっと全買いしたいと思います。皆さん、課金時にはね、クリエイターブースト、ラットの方、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、すべてのセールを買いました。いや、やばいね。マジで。なんかさ、この6000いけるかどうかとか、のとこでこんなセールが来るとかさ、もうやらせかっていうね、なんかこうずるじゃんみたいなね、そんな感じになっちゃうんですけど、もう全然偶然奇跡ですからね。さあ、ということでね、手に入れたこやつらを全て使っていきたいと思います。まあ現在はこんな感じですね。でこれに全部使うと3枚もねあげれますね。えぐっ。で、ゴブリンバレルも、あとも結構後半に来たっすね。さあ、インド13、墓石11位、スケも11位。からの、スケがさらにレベル12位。さあ、すべて使ってこれですね。いや、えぐ。なんかもう俺普通にさ、ほぼフルカンみたいな、ね、なっちゃってるんで、もう負けられないというか、負けないのがもう当たり前ですね。これ、多分負け策7000。本気で1日2本ぐらいのペースでいけば、いけるかもしんない。さすがに厳しいかなーとか思いながらの、さあ、宝箱もね、なんか一個豪華なのあるんで、開けていきましょうか。さあ、お願い。割れたこと、これノー、ワンチャンスケルトン上がるレベル。あー、これあれか。あー、もうなんか、全部割れたことなんね。なるほどね。さあ、一応使って、さあ、最終こちらですね。で、まあなんか他の、さ、ユーノとかも入れたりしたいんですけども、変にレベル上げるとね、タワーが上がっちゃうんで、あんまタワー上げたくないですね。うん。相手のレベルもやっぱ上がっちゃうんで、よし、ということで、行きましょう。ちなみに今、勝利数199なので、199連勝してます。ここ勝てば200連勝になります。さあ、来た。相手のタワー11。まあ別にタワーレベル10でも、相手がタワーレベル12とか13とか14当たるんですけども、基本的に自分のプラマイ1位が当たりやすいっていうのがあるんで、まあタワーレベル上げれば上げるほど、まあ高いタワーのやつには当たりやすくはなるよねと。さあ、多分余裕で俺の方が格上です。なので、ああ、ザップで死なないのは、まあ、相手のあれが乾燥してないからですね。ザップがね。で、さすがにでも、まあ、余裕だと思うんですけども、ここ最近僕、調子ノリータです。はい。ね、毎日、余裕やんって言って、毎日ピンチになってるんで、そろそろ反省して、余裕やんっていう言葉をね、禁止したいと思います。よいしょ。余裕やん、これ。だって、もうメガナイトで。あん、ちょっとやばい。一回引くね。引く面メガナイトでね。え、待って、ガチやばい。踏みたい、あれ。ちょっと待って、ガチやばい。え、なんで？いや、うまい。この、墓石のスケが。俺のカバーがいいのか？どっちや？だって、本気でやばい。あんなに今余裕やん、ダメって言ってさ。余裕やんで負けるのマジで笑えん。打っとくんだ。よしよしよし、ドッスンドッスンドッスン。しかも、ゴブリンがね、裏から、いやー、ケツ叩きしてる。よし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 。いやー、これめんどくさいな。いや、垂れていっか。これ垂れて消えるよな。よしよしよし。いいやん、いいやん。いやー、でもユニレベル高っ。あんたユニレベル高っ。俺が言えることじゃないんだけど。ペッカハルチエリキはね、余裕で負けられるっすよね。怖いね。うん。さあ、一旦ボス動いてね。まあ、バレル飛ばせば220落としそうですね。あと、ファイボ圏内でもありそうですね。さあ、一旦バレル飛ばして、ケツインドからか。いや、6000まであと4勝ぐらいなんで、いや、行きたいな。さすがにでも、このユニレベだと、4000いけない理由がないというか、負ける要素なくないですか？どうなんだろう。調子乗りすぎ？いやー、負ける要素ないやんで、結構怖い攻めをしてる俺。いやー、インドからの、いや、あのゴブリンやばいから、もしかして。ちょっと待って。いや、このゴブリンさ、ガチで怖くね？今の。ね。あのゴブリンが気づいたらタワー折ってるとかもありそうなんで。まあ今回ザップっていうのが救いですね。よし。もうインドで全トゲです。
墓石を置いて願いもして、インドインドインド、ついてけついてけついてけ、もうちょっと、よし。さあこれで5900かな。いやーセール熱いな。セール来たから気持ちなんか戦いやすくなったというかね、前ほどのこのなん怖さがちょっとは軽減されましたね。オッケー、金の宝箱。さあ上からこの降ってくるのも可愛いと。で報酬も受け取って、金だかね。ということで200-0です。200連勝です。えぐ、200連勝か。もう200連勝したら、まあトロ1万、いや無理だな、余裕で無理だ200連勝、もう300連勝とかだったら9000-8000とかなるのか。じゃあもう無理だ。うわーちょっと待って、めんどくさい。一回やっぱ関数しかいないね、主軸がね。でホグだとやばい。あとタワーレベル12。いや待ってよ、 2.6 テンプレだったらさ普通にあれなんですよね、マジで。俺の攻めが通んないんで結構やばいんですよ。いやしかもうまい。え待って、普通に負けるかも。攻めが通んないですね僕。ヘクター、いや怖すぎる、本当に負けたくない。えマジで6000いきたい、本気で負けたくない。うん、最近なんかね負けそうな時でもさ、対戦相手がね芝ウッド、芝フリーズしたりとかさ、まあ、救われるようなシーンがねちょいちょいあったんですよ。いやーやべえ、ダメージ取んねえな。なんで今日はそういうのないからね、普通にないから。うわーやべ、これ負けたな。通らんすわ攻めが。うわーえぐー。いや許容しすぎか。諦めんな。バクバクしてる、バクバクしてる。誰か助けてよ僕を。怖い。手前と奥を交互にやって、いやらしくやりたい。いやめてくれ、お願いお願い、殴ってくれ、殴ってしまち、ランプズリしょ守る、メガネと回す、ホグ来いよ。おらおら、どうすんだ、なんでそっちが落ちる。いやガチで終わったと思った。できえぐいって、えぐいって。いやマジでテンプレやばいわ、なんか普通にな、これやばいくね、絶対されたけどやば。いや本気で終わったと思った。いや怖すぎた。いやガチでよかったです。いや勝てて本当によかった。あと2勝だ、あと2勝で6000。いや怖い、今のやばいわ行きたくなくなってきた、なんか不安になってきた急に。まあね、このデッキの弱点がやっぱゴブリンバレルしか攻め手がないから、高回転のね、ああいう守り硬い引くと終わっちゃうですからね。さあタワーレベル12は当たり前だと思う。ふっふっふ、怖え怖えよ、やめてくれ、俺に2.6ホグやめてくれよ。いいこれ2.6オーソンっていうか、ホグとね枯渇が多いんですよこの筐体。そうだから安いんですよね。あ、ウッド使った、熱っ。
これ頑張れるスケートが飛ばしながらのアイスピー使え、ファイブ使う、いやーでめっちゃいいアイスピーが来るのかこれ。いやエレスピやばい、エレスピってズルなんですよ。いやしかも受けがうまい。いやでも金ピトすんな、殴れ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 、スケ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 、ナイススケ。いやいやでも全、あでも線も入ってんのか、全然削れてねえやんと思ったんですけど、線は結構削れてんな。さて樽でプレッシャーかけて一旦墓石、いやーこれやらないといいか。いや一発もやめてくれやめてくれ。いやーこれはインドラスケ咲いたから浮きがだるそう。いやーそれずるいな、エレスピマリオン。あれ飛ぶんじゃね、でかキングドーム見せてる、でかってかキングギドーこの状態でお前知ってんの。いや痛え、結構うまいね一発。いやー手前にしたの一発じゃねえか。いやホグちょっと待てよ、これ 2.6 ホグ LSP 型エグ、さっきも26だったよね、なんか流行ってんじゃんめっちゃ相性悪いデッキ流行ってんだけど俺の状態。さあまあちょっと攻め攻めのね相棒削っていく。さすがにいやーこれ届かねえかな、うん、エレスピやばいっすね。使う、いやこれよね、エレスピ使わしてからのこの攻め、俺の狙いは右の左のタルママ、あのタルママが入ればいい、よし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 、でか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 、もう一発、はい、いやもうね、あれですからね、俺の狙いは、踏んじゃうか。いやー、これ、コウモリ、いっちゃっていいな。あれこれ解けないからね。いや、でかい、バレルずらし。これ、低コストで回して、メガないと思ってきます。でウッドとかファイブ来てもウッド使わねえてか回ってねえか。いやーでもなんか流れがちょっと良くないですね。うん、いやマジで何やってんだ、やばい待って、やばい暴走してる。いやーむむマジでウッド使えや、ファイブ削り来るかな。いやでかい、いや入れ、いやでかい、なんで入らん、でかいじゃね、入らん。入れない入れない入れない、一発も入れない一発も入れない、ちょ無言でごめんなさい。本当に今日だけは負けれないんです僕。よし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 、あぶねえあぶねえ、いやー待って待って、やばい26えぐいて、26えぐいて、これ勝てないっすよ26。いやこれどうする緊急会議したいんだけど、 2.6 オグフィーバーで 2.6 オグに相性悪いっていう、どうする今から
いや、何を買えればいいんだ。あ、日付が変わりましたね。さあ、いや、インドロキタンで買うか。何か買えるってやばい。今から何か、まあ、輸入低いやつ適当にスケとかをね、なんか最高言うのとか、なんかこう火力っぽいのに買えるのはありだと思うんですけど、いやー、それで事故るのは怖いよね。いやー、どうしようとか、別に買えはしないけど、さすがにね。いやー、行くか。追加度は6000です。行きましょう。まあ、だからうわ、終わった。タレビ14来た。うわ、うっと、やべえ、泣きそうなんだけど俺。誰か助けて。うわ、しかもおい、小屋小屋やないかよ。待って、俺の大嫌いだとか。また小屋か俺。え、小屋小屋にさ、前しばかれて今回も小屋小屋に、そんな運命ある。いや、早く使うか。ちょっとだるいな。うわ、めんどくせえ、やべえ、小屋小屋フィーバーや。でもこれはやばい、タレ使えよかった。今日よ、うわ、やばいやばいやばい、マジやばい。どんどんピンチになる。なんで、うわー、じゃあ待ってくれよ、悪夢が、悪夢が待ってよ。えぐいって、小屋小屋インドで今日です。まあ、この相手はコストが溜まったらすぐ小屋置いてくるタイプっていうのを僕今学んだので、ちょっと行きます。もうやっぱ勝つにはやっぱ仕掛けなきゃいけないっていうので行きます。うん、よし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 、もう落としてくれ。やっぱ仕掛けなきゃね。守ってるだけじゃ勝てない。積極的に行かなきゃ。いやだ、怖い、強いって。エレキ来たら負ける。組んだ、祈り、よし。いやだよ、誰か助けて。なんで俺こんな怖い怖いにしてくれなきゃなんだんだよ、こんな大事なとこだわ。もうめがないと受けるしかない。うわー、これえぐ。ちょっと待って、俺なんか悪いことしたっけ。小屋小屋に疲れてんの、一番疲れたくねえやん。いやー、でもこれ分かった、高回転メガナイト出しまくるの大事かもしんない。うん、いやー、これっすね。いや、めっちゃいい、流れがめっちゃいいってか、うまくなってる俺。対子役への立ち回り、分かった。もうあいつらな、分かったぞ。もうコストが溜まったらすぐ小屋置いてくるからな。小屋置いた瞬間がコストねえんだ、ほら。あー、来た、よしよしよし、来た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 、やば、マジで来た、目標だった6000到達だ。いや、マジで6000、6000やね。これで1足りないとかやめて、妖怪1足りないおじさん来ないで、お願い。いや、でかい、俺本気で今終わったと思った。ガッチで負けたと思いました。届いた届いた届いたでしょ。さあ、6004、無敗6000です。負けなしです。負け予測で6004到達です。203連勝ですね。わ、やべえ、これやべえよ。てかもうなんか、ほぼフルカンに近いようなんが、もう多くなってきたっすね。いやー、限界が。もう、こっから上がる気がしんないっすわ。勝てない。てかもう、勝てる気がしなくなってきましたね。いやー、よし、まあ、でかい。6000到達した。ほんと嬉しいですね。よし、ということで、まあ、次の目標は6000いったから、まあ、一勝でもね、多く勝ちたいけど、まあ、6500はきついな。63いこう。63いこう。300刻みでいこう。636670の目標でいこう。よし、ということで、63次は、ね、目指してね、頑張っていきます。一体負け先いつ終わるのか、ちょっと怖くなってきて、わかんないですけどね。いやー、急に終わる時来るんでね、よかった、負けなくて。ということで、よければチャンネル登録もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。まだね。